エントリーナンバー76、伊藤千秋さん。19歳になり、10代最後のいい思い出になるよう応募しました。素敵な着物をぜひ着物クイーンとして着たいです。当時はお茶のお稽古をしていたので、本日はジョン・クルエリ様にご提供いただきました素敵なお着物で登場となりました。皆さんこんにちは。スペシャルサポーターを務めさせていただきます水沢由美です。まずスペシャルサポーターを務めさせていただいて、このような素晴らしいコンテストに私も参加させていただけることをとても嬉しく思っています。今日は皆さんと楽しい時間を一緒に過ごせたら嬉しいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。発表いたします。オスカープロモーション賞に輝きましたのはエントリーナンバー76番伊藤千秋さんです。来るときにもう絶対何か賞を持って帰ると決めていたので本当に良かったです。来年の1月に成人式を迎えるので、それに向けて前撮りもあるし、これからまだまだ来ます。普段とっておきのワンピースを着るのか、好きなお着物を着るのかっていう風に、ワードローブにお着物が選択肢に入ってくると、きっとなんかもっと気軽に着れるようになるだろうし、なんかみんなにとって身近になるんじゃないかなと思うので、なんかね、それってすごく豊かなことかなと。このような形で審査員を務めさせていただくのは初めてだったので、もう最初このシートチェックシートをいただくときとかすごい緊張して、でやっぱりこうもちろん着物の着こなし方だったり、あとはどうしても所作だったり表情だったり、着物以外の全体のバランスも見てましたね。はい、OK。 はい、ありがとうございます。お願いします。はい、ありがとうございます。この上こちらお願いします。はい、よいしょ。はい、ありがとうございます。